松平康氏はじめは、武蔵国川越藩の第二代の藩主、松井松平屋十三代。後道家を離れ、旧上野国安中藩主、板倉家を継いで、板倉正官を名乗り、死者となった。永七年十月十一日、品の国松本藩の前藩主、松平光信の旧男として誕生した。慶応四年八月二十九日、川越藩主、 松平安秀の養子となる。明治2年4月10日、安秀の隠居により、家督を相続し、藩赤奉還を願い出た。同年6月10日、15位した、を守るに除任される。同年6月25日、藩赤奉還に伴い、川越藩知事に任じられた。藩政改革に着手し、また、安秀の代に就航された二万国の返還がなったが、 財政難を克服することはできなかった。明治四年七月十四日、廃藩置県で、地藩辞職を免貫された。その後、松平政から、松井聖に改め松井康はじめを名乗る。明治十二年三月十五日、隠居し、家督を、養子の松井康史儀に譲った。明治十三年四月十四日、息を返上し、実家の戸竹に戻った。実家に復籍後、 戸田博史と称した。明治19年2月9日、板倉花子と結婚し、板倉家に入籍する。同年4月6日、板倉家の家督を相続する。同年4月9日、板倉勝サ館と改名する。板倉家は花子が女子集のため、助釈が遅れていたが、同年4月10日に15位に、同年4月24日に施釈に助せられた。 松井康氏はじめに関するカテゴリー、戸田博氏に関するカテゴリー、板倉勝さる館に関するカテゴリー。ありがとうございます。